はい、北野です。今日は3億円社長のカバン紹介ということで、まあ、僕のね、今2万7000人ぐらいいるですね、LINE の読者さんから、まあ、結構、周囲さんのカバンの中身知りたいです。そういう動画上げてくださいってお声があったんで、今日ちょっとこういう動画撮ってますと。で、今日はね、まあ、僕さっきちょうど東京駅で相談から帰ってきたね、そのままのバッグで帰ってきたので、ちょうどいいなということで、ここの動画を撮ってるんですけども、まあ、今回カバン紹介の動画上げてる人ってぶっちゃけいっぱい多いじゃないですか。で、僕の場合はどっちかっていうと、会社の売上を上げるためだったりとか、仕事の生産性を上げるためっていうことに特化をしたですね、結構入れるものを選定してるので、まあ、普通のカバン紹介の動画とはちょっと違ったね内容がね見れるんじゃないかなっていう意味では結構面白みあると思うんで、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、ではね、早速こちらのねバッグなんですけど、僕あんまりカバンね物を持ちたくないんで、多分4個ぐらいしかね今カバン持ってないんですけども、だいたい普段使ってるのはこちらのね、まあ、ルイ・ヴィトンのブリーフケースって、まあ、多分 2,30 万ぐらいだったんですけども、まあ、これをいつも使ってますと。まあ、結構量が入るんでね、で持ちやすいしっていうところで、で早速ですね、まず1個目の、まあ、持ち物紹介っていうところなんですけども、1個目はねこちらですね。はい、こちら、AirPods ですね。AirPods。はい、これパカーって開くやつですね。こうやってパカーって開いて、イヤホンがこうやって出てくるワイヤレスのね、iPhone と連携できるやつです。で、これはですね、僕 AirPods Pro もあるじゃないですか。横長のでかいやつもあるんですけど、僕ね、これ実はね、2回目、3回目もずっと旧式で買い替えてるんですよね。で、なんでかっていうと、Pro の方は横長で耳にすごい押し込むタイプなんですよ。だからすごい音質が良くて、ノイズがね、シャットアウトされるっていう、まあ、機能がついてるんですけど、僕あんまり個人的にですよ。個人的に耳に押し込むっていうのが僕あんまり違和感というか好きじゃなくて、だから旧式の方のね、まあ、こういう昔ながらのタイプのイヤホンを、使っているっていうのがあるんですけども、まあ、あとね正方形ですごいポケットに入れてもかさばりにくいということがあるんで、ずっとこれをまあ使ってます。基本的にアツとかエアポッツを耳に入れながら音楽あまり聞かないんですよね。どっちかっていうと、まあ、ビジネス系のニュースであったりとか、まあ、ビジネス系の YouTube であったりとか、まあ、そういったものを基本的に耳でね流し聞きしながらとか、最近買ったコンテンツのね音声を聞きながら、マンションね、まあ、ジムがあるんですけど、そこでウォーキングしながら情報仕入れたりとかね、まあ、耳合宿ですよね、押すのに使っております。二つ目はですね、こちらですね、これクレジットカードケースなんですけども、まあ、これもらい物なんですけどね、一応エルメスのやつですね。はい、エルメスのやつです。まあ、多分1年ぐらい使ってるんですけど、まあ、ここにね、結構クレジットカードとかをね、入れたりしております。まあ、普段使ってるね、クレジットカードは、こちらのですね、アメックスゴールドですね。基本的に、まあ、これプラカードなんですけど、アメックスのゴールドと、それから、こちらのですね、まあ、アメックスのプラチナですね。まあ、これね、プラチナで本当にチタン製なんですよね。だから、で結構ね、硬い音がするんですけども、まあ、基本的にはこの2枚使いで、まあ、普段は生活しておりますということですね。で、まあ、アメックスね、僕自身も個人法人合わせると、まあ、4枚ぐらい今持ってるんですけども、まあ、なんだかんだプラチナね、3枚で、アメックスゴールドは1枚なんですけど、ゴールドが一番ま、使ってますね。もちろん会社のね、そういった広告費だったり経費とかでもそういった支払いとかもあるんで、まあ、それで月だいたい500万ぐらいはアメックスのゴールドで使ってるかなって感じですかね。まあ、トータル合わせて多分月、まあ、700万ぐらいはカード使う月もあるかなって感じですね。で、僕自身がですね、なんでクレジットカードトイレを、まあ、財布と分けているのかっていう話なんですけど、まあ、僕こっちのね財布も一応持ち歩いてるんですね。財布、まあ、この財布はどっちかっていうと、まあ、現金を入れたりしてる、あとはレシート入れですねは使っていて、ただ大体のお店とかって今クレジットカードキャッシュレスだから、まあ、これで生活できちゃうんですよね。だ基本的にはこれをポッケに入れて、どうしてもカード使えないよっていう場合は、まあ、この財布を使うっていう感じなんですけど、これ皆さんおすすめなんでぜひやってほしいんですけども、最近はね iPhone に僕スイカをですね入れてるんですよ。だから電車乗る時とかもわざわざ昔ね僕これ使ってたんですよ。スイカのプラカードをこれをですねチャージして使うっていうすごいめんどくさいなと思ってて、でも今携帯でスイカ入れるとそれでもクレジットカードで自動的に入金してチャージできたりするから、電車の時もスマホかざすだけでいいんですよね。だからスイカは最近は持ち歩かなくはなりましたね。まあ財布の中身としては、まあ、基本的に本当にもう身分証とあと領収書類と、まあ、現金はまあそんな持ち歩かないんで、多分今日は2万5千円ぐらいですかね。まあ、そんな入れないようにはしてるんですけども。まあ、あとは、まあ、個人のね、まあ、アメックスのプラチナだったりとか、まあ、そういった健康保険証とか、まあ、ぐらいですね。はい。で、4つ目はですね、まあ、お水ですかね。まあ、僕結構1日2リットル以上はですね、水、いわゆるもうコーヒーとかじゃなくても2リットル水を飲むって決めてるので、ダイエットをね、昔それで成功したっていうのもあるんで、基本的に水は多めにね、飲むようにしてます。はい。まあ、だいたいエビアンか、まあ、クリスタルガイザーとか僕は結構好きですね。で、5つ目はですね、まあ、こちらもちろん仕事道具として、まあ、MacBook Pro をね、僕は使ってるんですよね。まあ、最近までずっと Air を3年ぐらい使ってたんですけども、壊れちゃったんですよね。なので、MacBook の、まあ、せっかくなら Pro ということで、まあ、本当はね、Air の在庫はなかったから、ちょっと分厚いんですけど、Pro にしたっていう感じなんですけど、まあ、こちらね、パソコン使っております。まあ、本当に資料とかね、原稿作ったりとか、会社のミーティングも大体うち全部バーチャルオフィスで、もう Zoom がメインなので、まあ、大体このパソコン一つでね、仕事は、まあ、終わらすようにはしておりますと。で、6つ目はですね、まあ、こちら鍵ですね。まあ、鍵。まあ、鍵って言っても別にそこら何も、突っ込みどころ
ところないんでちょっとスルーでいきますけども、で次はですね、僕ねルーズリーフのノートを基本的に2冊こうやって持ち歩くようにしてるんですよ。でこれ何かっていうと、まず1冊目っていうのはタスク管理のためのノートですね。まあタスク管理のためのノートで、これは基本的にまあ僕自身も今会社合計7つぐらいをやっているので、まあやっぱりですね、ある程度タスクがやっぱ増えると、その中で一番優先順位が高くて緊急度の高いものがこなしていかないと、まあやっぱりね、あの事故るというかですね、まあ大変なことになっちゃうわけなんですよね。だから僕自身は常に自分が今すぐやるべきタスクと、2日以内にやるべきタスクと、1週間以内にやればいいタスクで、緊急度が低いものっていう風に3段階に分けて僕は結構管理をするようにしていて、でおすすめなのがね、よく最近 iPad とか、まあ、スマホとかでねタスク管理できる便利なアプリいっぱいありますけども、まあ、僕的に結構それだけタスクが増えちゃうとですね、もう僕7社やってるんで、それだけだとやっぱ収まりきらないんですよ。でできれば1枚の紙で全てのタスクを僕はまとめて整理したいっていうタイプなので、まあ、未だにアナログでね、まあ、このボールペンとルーズリーフのノートを使って管理してます。で基本的にタスクはですね、僕、まあ、横軸縦軸に絞ってやっていて、上に行けば行くほどこれですね重要度が高く、こっちですね、こっち側の、まあ、右に行けば行くほど緊急度が高いと、まあ、いう形で日本線を引いて、で一番ここのね重要かつ緊急なタスクからまあ片付けていって、重要だけどそこまで今緊急じゃないよねってタスクはこっちに書いてとかね、重要では低いけど今すぐやらなきゃいけないちょっと実務的なところってのは下の枠に書いてっていう形で整理をしたりしています。もう一回言いますね、重要かつ緊急はここのゾーンに入って、重要度はそこまで低いけども緊急なタスク今すぐやらないといけないタスクはここにやるようにしてますっていう形で優先順位をつけて、もう終わったら線で引いていくって、本当にすごいシンプルなねやり方なんですけど、これをやることによって本当にまあタスク漏れがなくなるというかですね、仕事を早く前倒しで終わらすことがやっぱできたりするので、でちなみに僕ねこの紙の裏面にはですね、マスクというよりはまあ戦略ですね、社長の仕事は戦略を考えることなので、今の事業売上をどういうふうにスケールアップさせていくのかっていうので、思いついたことは必ず僕ボールペンでねこれノートにねメモをしていっていますと。はい、意外と僕ね IT 企業の社長でありながらですね、こういうところはアナログだったりしますね。で二つ目のノートはですね、これはまあ僕自身もね結構未だに、まあうちの会社は通販系の会社もやったりとか店舗の会社もやったりとかね、もちろん IT 系の会社とか何社かやってるので、わからない分野ってあるわけですよね。まあそういった分野僕自身も結構コンサル受けてとかお金を払っていろいろノウハウとか学んだりとか、経営コンサルとか外部パートナー入れてねいろいろ教えていただいたりしてるんですよ。でそこでやっぱ気づいた点とかをあんま全部は見せられないですけど、こういう感じでねノートにまとめて、ノートもですね基本的にノートを綺麗に取ることにですね、あの集中しすぎた本質がブレちゃったら意味がないので、まあ本当に必要な最低限のところだけ僕はノートに取るようにしてます。基本的にコンサルを受けるときとかもですね、もちろん全部まず吸収するっていうのも大事なんですけども、コンサルを受けた中でこれ自分の会社に今すぐ取り入れられそうだなっていう、そういったキーとなるポイントはもうすぐにメモに取るようにしてますね。なので基本的にタスク管理用のノートと、あと勉強のノートっていう形で僕は2冊ね基本これを常に持ち歩いてますと。僕基本的にタクシー移動がメインなので、タクシーの中でノートを開いてねメモしたりとかね、まあボールペン片手にまあ書き書きしながらまあ過ごしてる時が結構多いですね。で最後はですね、まあこちらこれね Amazon で買った自撮り棒なんですけど、これ本当確かに1900円ぐらいなんですけども、すごい使いやすくて、僕旅先とかでもですねすごいいい動画スポットがあったらそこで YouTube とか結構撮ったりするの好きなので、やっぱ自撮り棒必須ですよね。まあ自撮り棒にスマホをくっつけてまあ動画撮るみたいな、実は今これ、自撮り棒で撮ってるんですけども、一応自撮り棒の動画ねこちらに載せておきますので、まあこんな感じの僕は自撮り棒を使っておりますということですね。はい、まあ Amazon でもね本当に自撮り棒で検索したらすぐ出てくる商品なので、気になる方はぜひねゲットしてみていただきたいかなと思います。はい、ということでですね、今日は3億円社長のカバン中身紹介ということでですね、すごい楽しみだっていう方もあればですね、あそんなもの入れてたんだっていろんな意見があるとは思うんですけども、まあ、ぜひちょっとでもね参考になったよという方はですね、いいねボタン、そしてチャンネル登録、下の概要欄から LINE でお友達登録いただいてプレゼントゲットしてみてください。